メーバーブログでなんですけども、ブログの様子をキャプチャーしようと思って、バンディカムで動画キャプチャーソフトで撮ろうと思ったんですが、撮れには撮れるんですけども、指定した範囲が全部撮れないので、一部分しか撮れないので、これどういうわけなのか散々やってみたんですが、それが治んないのです。なんでこんな、これをやってしまったのかわからないんですが、なんとか治ればいいかなと思ってます。バンディーカーも有料版を買ったのに、キャプチャーができなくなるというのはちょっと問題かなと思ってます。無料版だったらわかるんですけども。